メンタリストスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介していきたいと思います。今日のブログはこちらです。はい、心が消化不良を起こしてしまった時に、どうそれを解消していくかのコツが書いてあります。心の消化不良って何だろう、そんな風に思ったらよかったらブログをお読みください。斉藤幸男のブログは斉藤幸男アメブロで検索、スクールに関することはメンタルエステスクールで検索してみてください。よろしくお願いいたします。